どうも皆さん、こんにちは。ガリメン太郎です。ということで、今回ですけども、早稲田大学教育学部合格発表でございます。はい、ただいま12時16分で11時半に出ているらしいんですけども、まあそうですね、受かってる確率、自分で思う確率なんですけど、30% ぐらいですね。なんかワンチャン受かってるかもしれないですけど、周りがどれぐらいできてるかもわかんないし、あの合格最低点とかあるんですけど、あれなんか点数が素点の点数じゃないんですよ。なんか標準化とか意味わかんない制度があってですねわかんないんですよね、本当に。蓋を開けてみないとなんかわかんないんですけど、まあ英語がクソむずくてですね、やっぱりそれがどういう影響を及ぼしているのかどうかもわかんないですし、まあなんかちょっと数学もね、いまいちやったんで、もしかしたら、もしかしたらというか落ちてる可能性の方が高いかなと思うんですけど、まあちょっとでもまあ、そうですね。見ていきましょうか。見ていきます。いやもう普通にね、なんか、まずさ、俺は、その別に早稲田に行きたいとかいうよりも、早稲田の教育学部やったら行ってもいいかなっていう、その狙い撃ちなんですね。別に理工がえぐいからとかじゃなくて、その行きたいのが教育学部なんですよ、早稲田やったらね。なのに、そのなんか早稲田教育は入りやすいからって言って、なんか特に多分東のね、あのやつらやと思うんですけどね、あの穴場や言うて入ってね、定員が多いのよ。あ、定員じゃないわ、受験者数が。だからほんまにね、頼んますわ。うん、まあ別にね、まあ第一志望ではないんですけど、でもやっぱ気持ち的にね、受かっときたいよ、そりゃ。せっかく東京まで行って受けに行ったんですから。ね、しかももしも教育、早稲田教育学科は違うし、分離が違うとはいえね、教育落ちたらなんかね、将来 B 山に会った時にはボロクソ言われるんでね、はい、だからもうそういうね、行き味もさらしたくないんでね、ぜひ受かりたいんですけど、まあ、ちょっとどうかなっていう感じではあります。それでは見ていきます。いやー、緊張すんな。なんだかんだやっぱり緊張しますね。うん、まあ兄弟並みではないですが、けどやっぱりね、緊張しますね。はい、ここですね、見える合格発表システムいきます。大学学部が教育学部で、学科が数学科ですね。なんか補欠とかでも引っかかっとったらまだね、あるんですけど、どうなんですかね。あー怖い。では、合否確認、合否結果確認をしたいと思います。いきます。うわ、この緊張、マジで、いきます。うわぁ！うわぁ！とりあえず二浪回避。いや本当にこのリアルなちょっとあれやと思うんですけど、ほんまに落ちたと思ったんですよ。いや受かる、いやワンチャン補欠でギリかなと思ってたんですけど、うわーよかった。いやそれはね、一番京大に受かって京大に行きたいんですけど、やっぱり僕まだ何の合格ももらってなかったんですよ、今年。これが一発目なんで、まだ二浪の可能性あったんですよ。全落ちの可能性があったんで。いや、よかった。ほんまに。受かりました。ありがとうございます、本当に。ああ、よかったですね、とりあえず。はい。とりあえずは、もう、ああ、よかった。マジでよかった。はい。よかったと思います。はい。行ける大学がね、
見つかりました。よかったです。はい、ということで、ちょ、受験番号間違ってたよな、おい。でも大丈夫ですね。 OKOKOK。 いや、よかったですわ。わかりました。マジで数学も科学もそこまで自信なかったし、数学もなんかやった瞬間はできたと思ったんですけど、なんか解答速報ちゃんと見てないんですけど、ちょっと見たら全然なんか小問とかも全然合ってなくて、やばいなと思って普通に。で、まあ英語だから今回意外とね、英語は実は自己採したんですけど、半分か半分ぐらい当たってたんですよ。大問一がね、やっぱ、いや、分かったんです。内容は分かったんですけど、問題むずいから解けてんのかなって思ったんですけど、まあ、なんとか、大問一結構合ってたんですよ。だから、それが、それのおかげで、なんか、特に僕、大問4なんかほぼ読んでないんですよ。でも、まあ、なんかその大問一で結構ちゃんと取れてたので、まあ、2、3、4とそんな取れてないんですけど、半分ぐらい、まあ、あるかなっていう感じで、実はね、そうだったんですよ。で、数学もだから、その、結局半分ぐらいだったんで、いやー、よかったと思います、本当に、はい。まあ、なんか、とりあえずは良かったかなと思いますけど、やっぱりでも、京大受かりたい。やっぱり京大に行きたいですね、やっぱり、はい。ですから、まあ、さすがに一応早稲田はこんななんか楽な感じでやっちゃいましたけど、京大はちょっとちゃんとねやろうと思います。ということで、早稲田、教育学部だったので、まあとりあえずは、二浪は回避ということになりますので、ありがとうございました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。